皆さんこんにちは、イサオです。それではトゥームレイダーの実況をしていこうと思います。今味方であるアレックスっていうのがいるんですが、そいつの帰りが遅いということで、ナンパした船アレックス号まで、エンジェランス号までちょっと様子を見に行くところですが、何気に、そのエンジェランス号までの道のりはなかなか遠いですね。これ多分この細い板にジャンプするんだと思います。板というか板かな。うん、じゃあ行ってみます。そしてここからはあの岩に向かってロープショットを打ち込む。ここの奥にも道は続いてますね。ただここに、ここ多分ロープショットで開けられる気がしますね。ダメね。開けるには特別な道具が必要です。ちょっとまだここ行けないみたいですね。ではこっちの道を進みましょう。バンカーの岸壁という場所のようです。またバラバラにされてる。エンジェランス号がある場所まで来たようですね。どれがエンジェランス号なのか。多分これがララたちが乗っていた船。あれですね。ショットガンのパーツを発見と。ここにキャンプがあるのでちょっと休んでいきましょう。そしてスキル一つ上げられるようなので、上げていきます。これもドッジキル。軽装備の敵の攻撃を回避後に至近距離から反撃して即死させます。これ行ってみましょうか。武器もアップグレードしたところで先に進みます。ここは、ロープショットで対岸にロープを渡します。この上は有刺鉄線があって進めないんですね。隣のパイプに飛び移ります。ここも同様、結局この上には行けないんですね。
アレックスはどうやって行ったんでしょうか、あの船まで。ボートかなんかですかね。これは砲台ですかね。第二次大戦中に使用されていたのかもしれません。そしてなんか不穏な音楽が。この扉は、扉というか、ここはまだ行けないですね。どうやら進行方向はこっちですね。おっと、敵がいました。行ってみましょうか。じっとしててもしょうがないので。ステルスで行きたいので物音を立てない弓でヘッドショット。あと一人かな、だと楽なんですが。3人ほどいます。あ、仲間割れしてますね。あ、奥に一人見える。あいつをちょっと狙います。あ、バレた。結局こうなるんですね。まあ、こっちの方が楽ですけども。やばい、思ったより敵が多い。あらやられた。さっきと同じく近接攻撃できるようになったからってちょっと甘く見てたらあっさり殺されました。戦闘しないで進んでみましょうか。仲間割れしてます。無視してとりあえず周辺の敵を排除していきましょう。
こいつら無視して進んで大丈夫。あ、ここにも一人いた。あ、今撃ったやつなんですけど、おっ、やばい。あ、ライフルで、あの奥の扉の近くにいるやつなんですけど、なんか頭に装備してるんですね、ヘルメットか何かを。そのせいでヘッドショットしたんですけど、ヘルメットが壊れるだけで、特に大きなダメージを与えられませんでした。どっちにしろ倒さないと進めないっぽいですね。あのドラム缶狙います。はい、ああグレネードかなんかで吹き飛ばされました。あ、やばい。とりあえず近接戦に付き合っちゃダメですね。あとどんだけいるのか。いたいたいた。やばい、すげえ直撃食らいました。ああ盾持ちが来た。盾持ちだ。終わったかな。終わったようです。いやちょっと調子良かったんで、調子乗ってたら手間取りましたね。いやなかなか上達しない。サルベージを回収します。こいつら何直してたんでしょうか。エンジンでしょうか。
なんか本が。海岸基地が攻撃を受けた。これにより島全域の通信は途絶。我々は甚大な損害を被り、多数の兵士が忽然と姿を消した。これは誰が書いた本なんでしょうか。どうやらこの子は第二次大戦中に使用されてたようですが、なんか まだなんか出てきそうな気もします。あ、やっぱりなんか声が聞こえた。というところで、ちょっと時間ですね。ここで一旦終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。